12月21日、松山市役所で JICA ボランティアが出発を前に松山市長を表敬訪問しました。今回訪問したのは平成28年度3次隊として1月から派遣される松山市出身の宮崎由衣さんです。宮崎さんは今年3月まで東京で看護師として勤務していた経験を生かし、モンゴルで2年間にわたり看護に関する支援などを行います。モンゴルのセレンゲ県のスフバートル市というところの総合病院で、看護部に所属しまして、看護師を対象として、看護技術の、技術知識の向上のためのセミナーを企画したり実施したり、あとは、看護師の病院内での業務改善ということで、整理整頓の指導であったりとか、あとは、看護記録の指導などを行っていきます。日本の病院は見たというか働いていたので、世界の病院はどんなものかということを目を向けて、もっと看護師として、知識を広げていきたいというふうに思いました。モンゴル の看護の、知識向上ということに努めて、そしてまたモンゴル人の方と交流を深めていきたいと思います。宮崎さんが派遣される1月はモンゴルでは日中でも氷点下30度になることもあるそうです。体に気をつけて現地のために頑張ってください。